それでは幹事長として会見させていただきます。今役員連絡会を終えたところでございますが、まず高村副総裁からご挨拶がありまして、国民からの期待値はかなり高いものがあるけれども、それが実績値になるように頑張ろうというお話でありました。それから私からの報告は役員連絡会この体制で1年間党運営を行っていくということ、それから各種選挙あるいは政策課題もさまざまありますが、一致結束して政権を支えて国民のために働いていく体制を協力して作っていこうということを申し上げました。それから人事案件等々については総裁幹事長が指名する役職ですね、組織本部、それから組織運動本部、国対政務調査会、選対委員会の役職について、資料を配布して承認をいただいたと。それからこの中で政務調査会の会長代行につきましては新設の役職で、来年開催の 党大会での党規改正を前提として、先行実施をしていくということを申しました。それから、世論調査の結果、本来長谷広報本部長がおやりなんですが、今日はご欠席ですので私からご紹介をしたと。私からは以上であります。それから佐藤国対委員長から、佐藤国対委員長、逢沢議員委員長からご報告がありまして、佐藤委員長からはですね、9月3日に野党から臨時国会の早期召集と、予算委員の集中審議の開催要求があったというご報告、それから逢沢議員委員長は議長のもとにおける選挙制度の経緯について若干ご報告がございました。それから参議院の方ですが、伊達国対委員長からご報告がありまして、9月10日農水委で視察を行うということであります。それから溝手参議院会長からは頑張っていきましょうというご挨拶、それから脇幹事長からは参院の選挙制度改革協議会の経過のご報告でありがございました。それから茂木選挙対策委員長からは名護市議選をはじめとして、沖縄22市町村の議会選挙について、それから福島、沖縄、それから茨城の補欠選挙ですかね、そういうもの 各種あるので頑張ると、こういうことであります。それから稲立政調会長から、頑張りますということでございました。総務会長、二階総務会長からは17日にめどに新総務を選出したい、こういうことでございます。役員会概略以上でございます。質問のある方は社名とお名前を。はい、どうぞ。来年まで案を出さないようじゃこれはうまくいかないと、議長からも各党案をまとめた出してほしいということで、まだ自民党案ができていないから、いずれそれやらなければならないんではないかというご趣旨でした。で、私からもいずれこれはですね、いずれにせよ何もしないというわけにはいかないんだから、まずその参議院できちっと議論をして、参議院自民党で議論をして、話を進めていかなきゃなりませんねということは申しました。これは何て言うんでしょうか、参議院でまずしっかり議論していただくことではないかと思います。はい、政治研究の呼びかけを再開しましたけれども、これの受け止めと、先ほど会長と会談されたと思うんですが、その中の呼び取りを教えていただけます。
まあ、今日榊原会長はじめ経団連のメンバーがお見えになりましたのは、まあ、私どもも新体制になりましたので、ご挨拶に、おいでいただいたということでございます。まあ、中身もやはり今の経済情勢と若干榊原さん の, ご見解もございましたし、我々も経済情勢をよく見ていくと、まあ、いうようなやり取りをいたしました。それから今経団連からですね、いわゆる政治献金の問題について、取りまとめのような案を昨日ですかね、まとめられた。これは議会制民主主義の健全な発展のためには必要なコスト、社会貢献の一環として企業もその責任を果たしていかなきゃならないということで、こういう案を出されたのだと理解しております。これは民主主義の根幹である政党の自立性といいますか、そういう主体性と申しますか、そういう確保、それを確保していくという観点からも自発的な政治寄付の呼びかけは大変ありがたいものだなと考えております。はい、どうぞ。まあ、名護の選挙につきましてはですね、今の与党体制が過半数を占められた。しかし、まあ、野党といいますか、野党陣営も議席を増やしたというんで、まあ、これはいろいろ評価があると思います。まあ、一番我々の観点から見ますと、 もちろん名護の発展、安定という観点ございますが、我々の観点、国政の観点からしますと、普天間 その危険性をどう排除していくかというのはやはり一番大事な観点なのではないかというふうに思っております。ですから、この普天間の危険性を排除するためにどう汗をかいていくかということが、まあ、我々から見ると非常に大事なポイント。それから、まあ、各班の選挙につきましてはですね、今茂木さんもまずその目が向いているのが福島の選挙ということになると思います。で、まあ、福島の選挙ある程度見通しがつきましたら、今度は沖縄の選挙に、茂木さんも関わっていかれるんだと思いますが、やはりどれだけ幅広い方のですね、協力を結集できるかということがポイントだろうというふうに思っております。まあ、これは公明党とはですね、いろんなことで政府与党の連絡会議などもありますが、いろんな機会を通じて公明党との連携を図っていきたいと、このように思っております。はい、じゃあ後ろの方。まあ、まだどういうものが出てくるのか、私も議論の内容をつぶさに承知しているわけではありません。しかし、今おっしゃるようにそれを尊重していくっていうのはやっぱり基本だと思います。そういう目でこれからの議論を見守っていきたいと、こう思っております。これは自動的に方針をやりたい、
その通りに日本人に関連して、まあ、それはこれからの議論をよく伺いながら見ていくということじゃないでしょうか。基本は尊重するということですね。あとはもう一点、参院の方なんですけれども、参院は自民党の友人誌ですね、和議野党案ですね、今後の仮に参院のですね、参院の人事がありまして、和議野党が仮に交代するようなことがあった場合、公認のその野党はですね、和議野党案ですね、これはその継続し、踏襲していくべきなんですが、まあ、これから人事ですから、交代されるのかされないのか、私、よくまだ見通しているわけではありませんが、それはその任におなりになった方がまず中心になって考えていただくということが大事ですね。しかし、いずれにせよ、何らかの道筋をつけていかなければならないのは明らかですから、どなたがなられようとそのような努力をされると思います。はい、テレビ東京の会議申します。先週ですね、日銀の黒田総裁が消費税引き上げについてですね、引き上げた時のリスクには対応できるものの、引き上げなかった場合のリスクというものが甚大すぎて日銀としては対応できないというような発言をされていましたけれども、まあ、やはり経済っていうのはですね、ある程度方向を示してということは、あの問題についても法律を作ってやっていくわけですから、ある程度そういうものを前提にしてみんなが動いている面があるわけですね。それをやらないということになると、かなり今までの想定と違う不測のことが起きてくる恐れというのはそれはないわけじゃないでしょう。ですから、いろんなことをよく考えながら今後の扱いを考えていかなきゃいけないということだろうと思います。今あまりその辺のことを私の立場から突っ込んだ議論をする段階ではまだないと思います。その中で大変ですが、最近出ているですね、経済指標はあまりいいものが少ないように感じるんですけれども、そういった意味で消費税を上げる、もしくは上げた後、もし上げた場合ですね、にはですね、日銀による追加緩和というのは国民支援という意味で必要になると思います。まあ、私ですね、かつて財務大臣をやったもんですから、比較的この日銀のご判断に関してですね、あれこれ政治の立場から言うのはできるだけ慎重にしようと思っております。ただ注意深く経済指標などは見ていきたいなと思っております。どうぞ。すみません、沖縄知事選に戻り、朝日新聞の方が参っています。明日ですね、自民党の沖縄県連幹事長を務めた尾長さんがですね、立候補表明をする予定になっています。これまで沖縄知事選というのはその保守系と革新という対立で、長くやってきたと思うんですが、今回まあその自民党の含めた保守系が分裂する選挙となりそうだということについて、どうしてこのようになったかというふうに幹事長としては認識されております。まあ、これ今まで石破幹事長もいろいろ努力をされてきたと思います。それでまあ、この我々は執行部としてもですね、これは極めて大きな問題でありますので、先ほど申し上げたように、まず福島、今いろいろ執行部と茂木さんが対応して議論しておられますから、ある程度それに道筋がついたら、その辺の私、選対本部長おられますのでね、あんまりそのまだきちっとこの問題協議しておりませんので、飛び越えて申し上げるのは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ福島の方一段落しましたら、茂木さんとよくお打ち合わせをして進みたいと思います。はい、テレビ朝日知事でございます。先ほどの質問ちょっと前後した話なんですが、消費税についてですね、先日その GDP の四六確定値がマイナス 7.1 と、さらに底押しよりも悪くなって、で、鬼畜についてもですね、なかなかその当初予想した通りの伸びは見えないんじゃないかという推測もあるんですけれども、この辺とその
今幹事長がお感じになってですね、消費税の引き上げについて今どういうふうに。まあ基本的にはですね、駆け込み需要に対する反動というものがあるんだろうと思います。それでまあいろいろ見方はありますし、いろいろなこの雨が降ったとかそういうようなことの影響をいろいろよく見なきゃなりませんが、まあ基本的には緩やかに回復していく流れなのではないかというふうにまあ私自身は見ておりますが、これも専門家等々の分析もよくまた聞きたいなと思います。今のところはその引き上げをしないという判断に至るような要素ではないと。まあ、これは私たびたび申し上げてますようにね、法律で決めて進んでおりますから、それを守ってやっていくというのがまず基本だと思うんです。でその上で何を見ていくかっていうことになりますね。まあそういう段階だと思います。よろしいですか。内閣支持率について、今回の被害者を定期的に変えていかないといけないとおっしゃっておりますが、各社おおむね高い傾向が出ていると思われますが、幹事長はその要因についてどのように考えられますか。まあこれも実際要因いろいろ分析してもですね、高村さんのおっしゃるように期待値を実績値に変えていく努力をするというのが何よりも肝要で、私あんまり出た数字をいちいち分析するっていうのはあんまり分析得意じゃないもんですから、あんまりそういう期待値を実績値に変えていくとしかちょっとお答えする術を持っておりません。じゃあ以上で幹事長の会見を終わらせてください。どうもありがとうございました。